はい、もしもし。はい、もしもし。山口君？あ、三ツ矢？はい。ああ、番号なんか登録してねかった。あ、そうやから出す？うん。了解っす。じゃあ今から向かうすわ。あ、出す。はい。はい。よし。断られる。
知らんの、わからない。20半ばぐらい。どこの子知らん。どこで建物を受けて、かわいい、見てみたいな。誕生日祝ってくれたから。祝ってくれたんですか。じゃねえと、存在すら知らんかった。まだ落語いてもこれでここの日出てるんだろうな。なくなってねえやろ。いや、もう結構まだ今抜けようかい。まだ今抜けようかい。でも伸びるペースはすげえ早い。2ヶ月後にはもう動く。効果があるんだろうな。いや、何歩かちゃうねん。うめえわ。ただ手がボロボロなのすげえ気になるわ。なんで？いや、そのボロボロとかよりも、ここがいて、ここ。これは、あ、伝え方か。関節、もう、あの、ブロメットをこうやって貼ってるんで、突き指みたいな。ここが痛いと。はい、やめた方がええで。自分のためになってねえ。意地とプライドだよ。部署、配属部署変わった2日後には、YouTuber がうちの班でした。騒がれよ。もう1位じゃん。え、山口くんって呼ばれる。YouTuber の。山口。元スイッパーの YouTuber やるとスイッパーの1もあるし YouTuber の1もあるからやるしかねえから。今日はホロの育てようか。いや、育てよったよ。大学に作ったな。学ばんよな。あれ学ばんよ。俺が育て上げたホロもいつまでも取るんだ。よし、行った。いいよ、焼きおるところ。さっきな、俺思ったんだけどな、俺が育てようとホルモン、ヤマトに食べられた。バドミントンしたいんだよね、ガチ。面白いやん。大会出てえよ。大会も出てえな。ローテーション覚えてえ。こうやって皮が焼けたら食べれるんだったよな。まあそうだよ。まあ火が通るやん。火も食えるやん。お前めっちゃちっちゃくるよ。アイアマトなんか最近ゲームやってれば、荒野コード。あれ、荒野コードなんだよ。いや、なんか可愛い YouTuber の人がやるって、やらなきゃいけない。影響されやすいな。いや、それだって仮に河合さんがやっとるゲームやるやん。